内容とかって割と1時から聞かれることって多いと思うんですけど、自分のやってきたことに対する熱意みたいなものは非常に見られているのかなと思います。就活会議。皆さんこんばんは、就活会議の徳差です。今回の動画はキリンの新卒採用についてまるっとわかる体験インタビューになります。ここでしか知ることのできないリアルな情報を知ることができますので、ぜひ最後までご確認ください。それでは早速スタートしていきます。就活会議と旬ダイアリーとの自己分析ツール第2弾がリリースされました。約3分間で自分の性格、向いている職種、選考対策がわかります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。それでは早速本日お話しいただく学生に登場していただきます。まずよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。新潟大学の甲斐です。最大で1日に4つ面接を受けたことがあります。本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はキリンについて様々お話を伺っていければなと思うんですけれども、キリンといえばビールとか様々な清涼飲料で有名な飲料メーカーかと思うんですけれども、なぜ今回選考にチャレンジしようと思ったんですか？はい、非常にこう単純なことになってしまうんですけども、私自身お酒がものすごく大好きだったので、自分の開発したお酒を世に出すことができたら最高だろうなと思ったのでエントリーしました。いや、非常にいいですね。夢あっていいですね。では実際に甲斐さんが受けた選考フローについても教えていただいてもよろしいですか？エントリーシートを提出しまして、それと並行してウェブテスト TGWeb の方を受けました。それに通過しますと一次面接を通過すると二次面接を通過すると人事の方とのワンオンワン面談というものがありまして、それの後に社員座談会といったものを神奈川県の横浜の工場でやりました。でそれが終わった後に最終面接を対面で行いました。かなり選考フローが多いですね。この選考フローがかなり多い中で山となる選考がどこだったのかっていうのをまず聞きたいんですけれども、いかがですか？はい、私は最終面接が一番山になるかなと思いました。結構最終手前とかで結構決まっているみたいなものって多いと思うんですけども、なんで最終面接が山となると感じましたか？やはり最後なのでここで全てが決まりますし、私の時は各部門のトップ3人が集まった中での面接で、非常にこう緊張感のある面接だったので、ここが山かなと思いました。結構厳かな印象の面接なんですか？そうですね。ちなみにこの面接でどんなことが聞かれるんですか？なぜキリンにエントリーしたのかでしたり、キリンでどういったことがしたいのか、キリンであなたの研究はどう活かせるのかといったことを聞かれました。研究内容についてはもちろんですけれども、結構この企業研究も同時に十分にできている必要っていうのは前提あるっていう感じなんですね。そうですね。最終面接が一番こう厳かな雰囲気で進んでいくっていう話だったんですけれども、二次面接も笑顔がないこう厳かな感じの面接になるんですか？いや、二次面接は逆に割と笑顔でこうフランクに進んでいったので、最終面接のギャップがすごいあってびっくりしました。あ、そうなんですね。ちなみに1次2次はどんなことが聞かれるんですか？1次2次で聞かれた内容としては、学生時代に力を入れたことということで、ガクチカを一番聞かれまして、私自身はすごい部活の話をしただけで面接が終わってしまいました。なんか今回技術系の職種だと思うので、研究内容とかって割と1次から聞かれることって多いと思うんですけど、そんな内容聞かれないんですか？はい、触れられなかったです。ちなみにそのガクチカとかそういったところからどんなことが見られていると思いますか？やはり学知科で学生時代にこうどういったことに力を入れてきたのか、どういう結果を出してきたのかっていうのは見られているのかなと思いました。熱中したらどういう結果に導けるのかみたいなところが見られるっていうことですかね？そうですね。やはり熱意、自分のやってきたことに対する熱意みたいなものは非常に見られているのかなと思います。商品開発に対しての情熱みたいなところもどれくらい注げるのかっていうのをここで見てるのかもしれないですね。その他に内定が出る人と出ない人の差って何がありますか？やはりこう自分の強みを会社でどういうふうに活かせるのかであったりですとか、学生時代やってきたことに対する考え方であったり、研究活動で学んできたことなんかを話せると非常に強いのかなと思いました。内面の部分とか、その選択に対してどういう考えを持ってるかっていうところを割と重視してくる面接なんですね。そうですね。最後になるんですけれども、これからキリン挑戦しようと思っている学生にも一言お願いいたします。自分がキリンでどういうふうに活躍できるのか、自分が今持っているスキルであったり考え方といったものを言語化できる必要は非常にあると思いました。この能力をこう磨いていくことがキリンに受かるために必要かなと思います。皆さん頑張ってください。本日は
キリンの新卒採用について実際に選考を受けられた甲斐さんにお話を伺ってきました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ということでいかがでしたでしょうか。本日はキリンの選考に実際に参加された学生から様々お話を伺ってきました。今日の動画がいいなと思った方はぜひチャンネル登録、通知ボタン、高評価お願いいたします。またこんな動画も見てみたいという方はぜひコメント欄でリクエストをお願いいたします。また直近の動画でサントリーの模擬面接もやっていますのでぜひそちらもチェックしてみてください。では次回の動画でもお会いしましょう。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。これを機にチャンネル登録いただけると嬉しいです。またこちらの画像をクリックするとあなたの就活を手助けするお役立ちツールが使えます。無料で使えますのでぜひ試してみてください。